これが口寄せの札ね。やっと見つけたぜ。こんなもんさっさと吐いてやる。なんだ。何これ真っ白。これはただの霧じゃない。変なチャクラが練り込まれてる。どこだってばよ。ここ現実か。ちょっと待って、あそこに誰かいる。あのね、これ受け取ってもらえるかな。え、これはお守りですか。これを私たちに。うん、だって二人にはいろいろお世話になってるでしょ。だから私からの贈り物よ、姫様。ごめんね、汚いよね。本当はちゃんとしたものを用意しようと思ったんだけど、やっぱり自分で作った方がいいかなって思って。何をおっしゃいます。これほど心のこもったものはありませんよ。よかった。お願い、大切にしてね。当然です。ありがとうございます、姫様。姫様、なんとお優しい。あら、あなたちょっと中身を見てくださいな。中身？これは手紙？いつも私のことを心配してくれてありがとう。二人は親のいない私にとってかけがえのない大切な存在です。だからいつまでも体を大事にしてください。これはねえ、姫様は私たちのことこんなにも思ってくださってるのよ。姫様、何が始まるかと思ったら、なんか肩透かしだな。でも、なんかいいよな、これは。元の場所に戻ってきたみたいね。なあ、さっきの手は何だったんだろう。さあな、もしかしたらあれも霧姫ってのが仕掛けた罠かもしれねえな。罠？まあ、だからといって今ここで止まってるわけにはいかねえ。先を急ぐんだろ。うわ、あっという間。さっきの揺れも札を剥がされたか。これ以上させるわけにはいかない。幻影よ、奴らに恐怖を与えなさい。よし、とにかく先へ進んで札を剥がしていかねえと。待て。ビッカー！シノ？と、その前に、ヒナタ、こいつってば、本物か？シノ君は本物みたい。うん、よかったってばよ。シノ、お前がなんでここにいるんだよ。お前たちがこの城に入るのを見た。だから俺もついてきた。ついてきたって、じゃあ、ずっと俺たちの後をついてきてたのか。そうだ。なんだよ、だったらもっと早く出てきてくれてもいいじゃねえかよ。いや、あの程度の問題、俺が手を貸すまでもない。だから出ていかなかった。はあ？だがここからは俺も力を貸す。
なぜなら正気がさらに濃くなっているからだ。なんだかよくわかんねえけど手伝ってくれるんだな。ああ、よくわかんねえやつ。でもこいつの力ってば頼りになっからな。じゃこれからよろしく頼むぜ、シノ。中の術。中の術。Thank you.
だいぶ登ったけど、まだ先は長そうだってばよ。あれ？鹿丸！鹿丸！あれってば長寿じゃね？あ？なんであんなとこに？行っちまった。どうする？この手の場合、罠と考えるのが妥当だ。だから無視して先に進むってのが正解。けどよ、俺は幻影だろうが罠だろうが、こんな場所であいつを一人にすることはできねえ。ひっ、オッケーだってばよ。じゃあ、追いかけようぜ。長次、お前ってもこんなとこで何やってんだよ。バカ野郎、安易に近寄んな。キッキー、よね、首縛りの術。ああ、やれやれ。やっぱ幻影か。まだこの声、あいつだわ。何？長次の幻影が回復。げ、犬の幻影も出てきた。さあ戦うがいいわ。正気尽きるまで。こうなったらとことんやってやる。こら！僕はそんなにデブじゃないぞ。まったく、私もそんなにブサイクじゃないわ。この美貌間違えないでよね。ええ、ジョージとイノがもう一人、こいつらも幻影か。いや、この雰囲気、今来た方は本物だろ、ひなた。鹿丸、何苦戦してんのよ。そんなの3人でさっさと倒しちゃうわよ。へいへい。それじゃ、行くわよ。フォーメーション、イノシカチョーン。行くぞー。幻影がやられた。これ。ああ、スッとした。あんな出来の悪い偽物をのさばらせるなんて、ムカつくしろね。まったくだよ。僕はあんなに太ってないのに。で、お前らがなんでここにいるんだよ。あんたが心配だからに決まってんでしょ。そうそう、鹿丸だけを危険なとこに行かせるわけにはいかないよ。へえ、仲間思いだなお前ら。鹿丸、よかったな。ったく、
だからってお前らまで危険なとこに来なくてもいいだろうが。テレ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 。とにかくこれからは私たちも一緒に行くからね。ああ、分かったよ。ま、よろしく頼むぜ。